デキログ世界史専門チャンネルです。えー、世界地図を見ていると、国境線が点々で引かれていて、明確にこう、どっちが属するか、曖昧にされている部分があります。領土紛争だったり、あとは条約未締結によって、えー、明確に国境線が引けられない場合に、あの、そういうような、あの、表現になるようなんですけれども、あの、そういう、こう、背景、なぜこういうふうな点線になっているかっていう背景を、詳しく調べていくと結構面白いです。で、私はそういう、 未確定国境線っていうのを Google マップで見るのが好きなんですけれども、今回はですね、実際にその Google マップを見ながらあ、そこがどういう背景で未確定になっているのかという点を解説したいと思います。まず今回は、ユーラシア大陸編ということで、アジア、ヨーロッパ、中東ですね、そこのあたりのその未確定国境線っていうのを見ていきたいと思います。はい。こちら世界地図ですね。で、ここから、まずはアジア、南アジア方面行きたいと思います。ぐーっと行きまして、 えっと、まずはここですね。中国とインドの国境にあるアルナーチャルプラデッシュです。ここですね。結構その中国、中国南西部とインド北東部ですね。に結構遠目からも目立つ、あの、結構大きめの点線がありますね。これは、あまあ、アルナーチャルプラデッシュっていうその名前からわかる通り、インドが実行支配していますが、中国が主権を主張している地域です。 この国境線っていうのは、1914年、大英帝国支配下のインド帝国と、英国の支配下にあったチベット政府との間で結ばれたものです。イギリス全権代表のヘンリー・マクマホンは、インドの秘書市チムラで開催された会議で、中国のチベットにおける主権を認める代わりに、英領インドの国境線北上っていうのを画策しました。 当時の中華民国、あの大陸を支配していた中華民国政府は、新国の影響下にあった地域は全て中華民国の領土という立場をとっていたので、ヘンリー・マクワホンが主張したあ領土の書き換えっていうのは認めずに、イギリスを非難して、最終的に中国はこの決議を批准しませんでした。 そのため、中国は、中華民国の主権をさらに引き継ぐと主張している中華人民共和国は、この国境線というのを認めておらず、自国領というふうに主張しています。1959年にはこの地域の領有権をめぐって、中国とインドとの間で、中印国境紛争というのが勃発しています。また現在でも、この地域をめぐって中国とインドの国境警備隊同士が小競り合いになってたまにニュースになっているんですけれども、 それもこの両国の国境線が未確定なためでございます。で、えー、続きまして、はい。で、続きまして、アルナーシャルプラデシュから、えー、西に行きまして、ブータンですね。で、ブータンの、えっと、ここの、北西部、ここが見えますかね。この北西部のここの辺りが点線になっています。えー、ここが中国とブータンの間で係争になっている国境線です。 ブータンはチベット仏教の国で、えー、チベットとまあ長年こう不可分の存在だった、切り分けられない存在だったんですね。で長年このチベットとブータンの国境線というのは山脈の両線だったり川とか、そういう自然の境界を大まかに区分していました。まあ、かつそのチベットとブ,ブータンっていうのはその共通の文化、言語、宗教、習慣っていうのを保有しているので、非常にこう曖昧で、えー、なんとなく 違う国ぐらいの、なんかすごい曖昧なものだったんですね。1951年に中国人民解放軍がチベットを占領した後に、中国はチベットの領土は中国の領土と主張して、ブータンとかシッキムとかネパールの領有権を主張しました。ブータンは南のインドと緊密に連携をして、交易を含む中国との交流を一切禁じています。1961年頃に中国は中印国境紛争の後に、この地域のプレゼンスを高めるためにブータンに接近して、 ブータンの独立を認めて、経済援助をする代わりに、国境線の策定の交渉というのを呼びかけています。ブータンはこれに応じて、それ以降、中国とブータンの関係というのは改善して、この国境線の策定作業というのは、ずっと長期間続いてきました。1996年に、北京で10回目の国,国境線の会議が開かれて、このブータンの北部の国境線というのも、流れの係争地だったんですけれども、 こここも中国がが領域をすす。るとといいうことで合意がなされていますただし、えっと、まだ未確定なものがこの北西部ですね。で、この地域を中国に奪われると、そのブータンっていうのは地政学的に中国に飲み込まれる可能性があるというところがブータンが懸念しているところで、かつ、あのブータンに非常に強い政治的プレゼンスを持っているインドも、中国の大国化っていうのを非常に恐れていて、強固に反対していると。 しかもこの度々その中国による越境事件が発生していて、その度こうインド、インドのマスメディアは中国による侵略っていうことを大々的に報じるなど、その、ま、神経を尖らしています。中国は中国で、この、まあ、ヒマラヤ山脈のその経済開発、並びにインフラ開発っていうのを、まあ、中国の革新的利益というふうに主張しているので、まあ、お互い譲らない構えを見せているという感じです。はい、続いて、えっ、ー、と、ブータンからさらに、 西の方に行きましてはいここですねまあ点線だらけといいますかあ何がどうなってるのかやらっていう感じなんですけど、えー、ここは有名なカシミールでございます、えー、まあ何かこう遠目で見てもただごとじゃないっていう感じが伝わると思いますカシミールは大英帝国、えー、統治下ではカシミール藩王国という名前で、まあ、独自勢力だったんですね でヒンドゥー教の反王に支配されていた国です。1947年にイギリスの支配が終わると、カシミールはヒンドゥー教徒が主導するインドか、イスラム教徒が主導するパキスタンのどっちに所属するかっていうのを決めなくてはなりませんでした。カシミール反王は自身がヒンドゥー教徒だったので、インドへの帰属を求めるんですが、住民の多くはイスラム教徒だったので、えーまあ、イスパキスタンに所属することを望むと。 で、まあ、あの、どちらかに属することは不可能で、まあ、どちらも、どちらにもつけないので、まあ、独立すべきじゃないかというようなことが、あ真面目に主張されていました。ところが、ム、えー、スリム住民の様相に応えて、答える形で、パキスタン軍が軍事介入をしてきて、えー、それに対抗する形で、えー、反応はインドへの所属を決めてしまいました。まあ、ここからその泥沼のインパ戦争というのが始まっていきます。 現在はカシミールはインド、パキスタン、中国がそれぞれの地域で実効支配していて、未だに小競り合いが続いているというような状態です。はい。続いて、じゃあ南アジアを出まして、えー、ずっと西の方に行きますとで。次に見たいのはこちらですね。ジョージア。えー、ジョージアのおこの ジョージアの北西部と北部にこの点線が見えると思います。で、ここはアブハジアと南オセチアになります。アブハジアはアブハズ人、それから南オセチア、オセット人が多く住む地域で、ジョージアからの独立を目指す地域です。2008年の南オセチア紛争で、この地域はロシアの援助を受けて、えーまあ、ジョージア、まあ、グルジアに対して軍事的勝利を収めて、 事実上の独立状態っていうのを今、勝ち取っているという状態です。もともとこのアブハジアもオセチアも、ジョージアとは異なる独自の文化を持つ地域ですが、旧ソ連の時代に行政区分として、グルジア、ソビエト社会主義共和国内の自治共和国に区分されました。ソ連時代は宗教、文化、言語のグルジア化が進められて、そのグルジア人の入植というのも進められて、アブハズ人とオセット人の迫害というのが進んでいました。 ソ連崩壊後にアブハズ人もオセット人も独自の共和国の樹立を宣言するんですが、グルジア軍の侵攻にあって、かつ国際的にも両国の独立というのは認められなかったという歴史があります。しかし、抵抗運動と独立準備っていうのはずっと続いていて、南オセット、共和国っていうのが国連に独立を求めるっていう動きも見せたわけなので、2008年にグルジア軍は南オセットに、南オセチアに軍事侵攻して、同時しました。 同時にこのアブ,アブハジアも独立を宣言したので、ロシアは南オセチアとアブハジアを支持するという立場を見せてグルジアに宣戦布告しています。で、この紛争では、短期間の間にグルジア軍はロシア軍に敗北して、このアブハジア共和国と南オセチア共和国っていうところが、事実上の独立をしているという状態です。ただ両国は国連を含むほとんどの国に認められていないというような状態です。 はい。続いて、またロシア絡みですね。ちょっと今のウクライナ戦争とも関連する地域なんですが、えー、ここです。クリミア半島ですね。で、ここにこう線が見えると思います。点線が見えると思います。現在、ロシアによるウクライナ侵攻が行われていますが、この前哨戦とも言える騒乱っていうのが、2014年にロシア軍がクリミア、このクリミア半島を電撃的に併合したあ事件です。2013年にウクライナで新 EU 派がデモを起こして、 新ロシア派のヤヌコビッチ大統領がロシアに亡命するという事件が起きます。えー、ここでウクライナが EU、それから NATO に入ってしまうということを恐れたロシアは、2014年の2月、ソチオリンピックの閉幕式が行われているその時に、えー、クリミア半島に軍事侵攻します。まずこのクリミア半島に、えー、ロシア軍を偽装したその覆面兵がまずバーンと入ってきて侵入して全土を制圧すると。で、かつウクライナ軍はロシア軍が仕掛けた情報戦によって、 え、ま、ジャミングですとか、情報錯乱とか、そういう、こう、情報的に、こう、乱されて動けなくなって、その中で突如、クリミア半島でクリミアの独立を問う選挙が行われて、クリミア住民はよくわからないまま、ま、選挙に行って賛成多数でクリミアが独立万歳みたいな。で、その一週間後にそのクリミア政府は、独立クリミア政府はロシアの併行を求めて、で、クリミアはロシアの一部になりました、みたいな、そういう、こう、事件がありました。 これはその武力だけではなくて、その情報戦をうまく組み合わせた、まあ、いわゆるハイブリッド戦争で、えー、住民が自発的にロシアに併合することを求めて、ロシアはまあ、まあ、だったらよかろうみたいな形で、ウロスソリを受け入れてみせるみたいな、そういう,こう軍事だけではないさまざまなあの、えー、パワーを使って、軍事的目標を成し遂げたという点で、えーまあ、ロシアはなかなか新しいことをやってきたなというような形でした。 ただ、あの、今、またその後に、えー、まあ、ウクライナだけではなく、今度はドンバス、あわよくばウクライナ全土という形で、えー、プーチンはウクライナ戦争を仕掛けてきたわけで、で、まあ、今、それに対する、その、ウクライナ軍の抵抗と、えー、まあ、NATO、 を含む各国のその支援というのが行われていますが、現在のそのウクライナのゼレンスキー大統領は、この時に今、あの、奪われた、2014年に奪われた、そのクリミア返答を、あくまで脱回するというような意思を示していますので、まあ、今後どうなることやらというような形でございます。はい。ということで、えー、今回はユーラシア大陸編というのをお届けしました。えー、またですね、あの、これ以外にもアフリカ、それからアメリカ大陸にも、 こういう形で未確定国境戦っていうのがありますので、また今度、解説をしていきたいと思います。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。